トビマラです。こんにちは。今日は鹿の角が届いたので、いつも恒例のシェアをしました。どうぞご覧ください。まずはこちらです。おいしい。おいしい？おいしいって聞くとひたすら首かしげてるの。なんでかわかります？察しがいい方わかるよね。私がガサツなので、こんな丁寧な言葉は普段使ってないわけですよ。さあ皆さん何だと思いますか？せーのできますよ。せーの。うまいか。うまいです。当たった方いるかな。うまいには反応します。で、鹿の角はね、今回、エゾ鹿のね、ショップさんを利用して3本入ってて2530円だったんです。でね、なんでって言うと、これ見てくださいよ。座椅子がもう形状をなしてない。カーテンはもう目的をなしてない。それから柱、賃貸なのにこれどうしようね、本当にね。ビニールも食べるしさ、プラスチックでも、これもね、2x4 のね、水槽の棚なんですよ。主人が作ったこれもダメ。体温計ももちろん食べました。電池はね、食べてないから大丈夫です。で、こんなのあったね。懐かしい雪景色にしたり、まあワンちゃんあるある、恋のあるある全開でした。ななちゃんね、まあ時が過ぎればなんとやらですからね、温かい目で見ながらしつけしながらやってきましたけれども、そろそろ成犬にも近いということで、体にもいいのでね、この鹿の角をぜひと思って与えましたよ、この11ヶ月のね、記念にね。髄もこれ入ってるの。ほら、これちょっと色が違うとかありますよね。で、ちゃんと検問もされててね、とってもご親切にね、対応してくださるショップさんでいらっしゃいましたよ。ワクワクしてさ、こんな尻尾振ってって思うけど、こういう反応なんです。これが実はね、貝なんですよ。好奇心もすごいでしょ、ななちゃんの腰振りダンスして、人もワンコも大好き。何でも全力で、スイッチも激しい、興奮スイッチ激しい、本能的。だけど、やっぱ貝はね、警戒心だけは本当に強い。だから初めてあげたおもちゃ、おやつ、何でもこう、がっつくことはない。なんならフードにちょこっとかつお節かけたり、今日は煮干しをね、こう、ちぎってかけてみても、ちょっと変わるだけですごく警戒。で、周りも警戒してからしか食べないようなね、犬種さんなんですよ。で、慣れてきたからね、あれをやるんですよ。前のね、動画見た人いるかな？こんなね、ことやってますよっていうね、ちょっとアホ動画ですけども、私のシェアです。まあ、ちょっと貸して、と。お母さん食べたいわ、と。これね、感想は、本当にね、すっごい硬かった。で、味は、なんだろう、ケンタッフライ、チキン、さん。なんか変になっちゃった。さん、食べてる時にもっと食べたいって言って、チュパチュパしてると、なんかほら、骨のとこまで行っちゃって、ちょっとさ、なんか骨の香ばしい味になっちゃったってなるじゃないですか。ならない？私だけ？まあ、ああいう感じの香ばしさのね、美味しかったですよ、本当に。で、まあ、そうやってやってる時ではね、せっかくチャンスだから、鍵詰めを今こうやってるんですけど、すっぴんだったから、ナルト使ってみたけど、これちょっと自分で見ると面白いね。みんなが笑ってる、なんか理由がちょっと今わかる気がする。うん、鍵詰めをね、アスファルトいっぱい走ってるから、爪切りはね、必要ないんだけど、やっぱり鍵詰だけは結構伸びるし、ね、飛びついたり、うちはね、ワンプロ一緒にしたりして遊ぶから危ないのでね、こんな風にしてます。奈々ちゃんがね、ほら投げたでしょ？やめやがれってんだいってね、ボイコットしてるんですよ。ありがとうございました。